それでは、先週から読み始めた詩編の二十七編の今日は後半七節から十四節を読みます。まず全体を読みます。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主は お前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを知りけないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨て、 見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で、 主の恵みを見ることを。主を待ち望め。惜しくあれ。心を強くせよ。主を待ち望め。今皆さんが置かれている状況はどのようなものでしょうか困難を抱えているでしょうかそれとも心配なことは何一つないというハッピーな状態でしょうか それほど深刻ではないにしても、私たちは皆何かしら不安を、心配を抱えているものです。時にはそのようなことが自分の心を締めてしまって、憂鬱な気持ちになります。神を信じるものであるならば、 神様が全てのことを駅に変えてくださるということを頭では分かっているんですけれどもでも皆さんが感じているように感情は伴わないことが多いわけですでもそれでどうか自分の,自分の信仰が劣っている足りないというふうには思わないでください悩まないということが信仰の強さではないんです 今日のテキストは、主の御顔を求める、主の顔を求めるという言葉をキーワードとして、私たちの困難の主な原因と、そしてそれにどう立ち向かうべきなのかということを私たちによく教えてくれています。はじめにもう一度10節から12節に目を向けましょう。ここに私たちが直面する 困難の二つの要素が記されています。で、まず十節なんですけれども、父母は私を見捨てようとも主は必ず私を引き寄せてくださいますとあります。親子で並んで座っている人もいるんですけれども、親子関係、本来最も信頼できる人間関係の一つであるはずです。でも、 この十節で詩人は、その親子関係でさえ、破綻することがあるということを認めています。そしてその上で、それでも神様だけは信頼できると言っているわけです。親との関係は、その人の人格を形成する上で大変大きな要素です。 普通なら、親はそのことを知っていて、そして自分の子供にできる限りのことをするでしょう。でも、私たちが自分の親との関係ということを考えてみるときに、自分は完全な親に育てられたと思っている人は、それほど多くはないと思います。私たちには、安心して、 頼ることのできる人が、存在が必要です。でも、親であっても、子供にとって完全なものであるということは不可能なわけです。第二次世界大戦の時に、日本は中国大陸に進出していましたけれども、多くの民間人も開拓民として、 たくさん送られていて、そして敗戦とともに引き上げてこなければならなかった時に、引き裂かれた親子が大勢いました。親がそうしたくて子供を見捨てて自分だけが帰ってきたわけではないです。うん、もう命が奪われるかもしれないという危険の中で、その危険の中で子供を連れか、一緒に連れ帰るよりも、友人の 中国人に委ねた方が子供たちが生き延びるチャンスが少し余計にあるというふうに判断したから子供を置いていったわけです。究極の選択だったわけです。ですからそれを誰も責めることはできません。ただ、けれども子供にとってみればやはり見捨てられたという思いは があったことは事実だったわけです。ある状況の中で、夫婦とか親子とか、最もその強い信頼関係の中でした最善の選択でさえ子供にとっては見捨てられたと思う、思わなければならないということが起こるという。 それが、兄弟とか、親戚とか、友人とか、上司部下の関係であるならば、なおさらのことです。そこに、究極の信頼を置くことは、誰も、できません。関係が破綻する。関係が怪しくなる。うまくいっていない。 これが私たちの感じる困難の一つの大きな要素です。そしてもう一つは敵の存在です。皆さんには敵がいるでしょうか。十一節を読みます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの証人。 不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私たちの周りには様々な敵がいます。親子、さっきお話しした親子の関係の中でもただ関係が崩れているだけではなくて幼い子供の命を脅かす実の親の ことを報じたニュースが珍しくないわけです。幸い親に愛されて成長して学校に行ったとしてもそこで敵に遭遇することがあるわけです。自分の意思を行おうとするときにそれの、それに反対する人があなたの前に立ちはだかります。そういうことは必ず起こる。でもそこ、それはまだ理由があるからですけれども でも理由もなく攻撃されるわけがわからなく、それでもこう攻められるということが起こります。学校だけではない。勤め先でもそうです。そして、もっと広く考えれば今私たちは、あの、広島に落とされた原子爆弾の何倍もの威力を持つミサイルが発射されれば、10分間で自分のところに届いてしまうというところに生きています。 でこんなふうに考えてくると、知人の置かれた状況は決して自分と関係ないことではないということが分かっていただけると思います。楽しいことを考えたりしたりすれば、一時的に忘れることはできるかもしれません。でも、ふと、我に振り返ると、不安になるということがあるはずです。そしてその不安や憂鬱が心に居座ってしまえば、 今度は他のことは何も考えられなくなってしまいます。辛すぎてもう生きることをやめれば楽になれるという思いさえ浮かんでくるんです。それをどうしたらいいのかということがこの今日の詩篇には書かれています。私たちが状況が悪い時に神様に求めるべきこと。 さき、究極の信頼は神様にしか置くことはできないと話しました。敵の存在はなくなりませんけれども、敵に囲まれているような状態でも、主はあなたと共にいてくださると約束しています。ちょうど何回か前にお話した支二23分のところ、敵に取り囲まれているようなところで、 神様は私に食卓を用意してくださるというところがありました。ですから、この神様を信頼することができるように、私たちにはこれからお話しする二つのことを皆さんには神様に求めていただきたいと思うんです。そして、そのことによって状況に左右されない歩みができるようになります。第一のことは、 主と顔と顔を合わせるということです。七節から九節を読みます。主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる、私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は見顔を尋ね求めます。 見顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退りけないでください。あなたは私の助け、救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。目には見えない神様が、私の顔を求めなさいと言っておられる。言われても、実際どうしたらいいのか、 分かりにくいところです私たちはイエスを主と信じていますけれどもイエスの顔だって顔、形を見るということであれば私たちにはわからないというしかないわけですでも聖書の登場人物たちは旧約も新約もそうですけれどもみんな神様の顔ということを 意識ししていました神様の手厚い保護,が保護を感じるときに、神様は自分を見ててくださるというふうに彼らは感じたんです。また反対に、神様の怒りを買うようなことをすれば、神様は自分の方を見ずにそっぽを向いてしまうというふうに感じていました。普通エジプト記の33章には、主は人とそのともとに、 友と,に友と語るように顔と顔を合わせて、モーセと語られたというふうに記録しています。11節なんですけれども、その直後の、直後の23節では、あなたは私の顔を見ることができない。人は私を見て、なお生きることはできないからである。と、同じ衣の中に、この2つのことが記されているわけです。つまり、モーセは神様を、 その目で直接見たわけではなくて、顔と顔を合わせて語り合うほどに近い関係を持ち、神様と語り合うことができたということです。そして同じように神様はこの詩人に同じように語り合おうと進めているわけです。私の顔を尋ね求めようと進めました。 私たちはどうでしょう皆さんも私の顔を尋ね求めようと勧められているんでしょうかその通りです。その証拠は神様がイエスとしてこの世界に来てくださったことです。歴史の中のほんの短い期間でしたけれどもイエスはあらゆる人に隠すことなく自分の顔を 話されました何人の人がイエスにじっと見つめられた経験をあの時期にしたんでしょうかそのことを考えるとちょっと羨ましく思うんですけれどもそれはイエスと行動を共にした弟子たちだけではありませんでした会員の罪を犯して人々から石を 投げつけられようとした女性もイエスにじっと見つめられました。神様の祝福に預かれないというふうに考えられていたサマリア人の女性もイエスにじっと見つめられました。罪人として軽蔑されていた税金取りのザーカイもイエスにじっと見つめられておいてきなさいと。 声をかけられました。私たちは、これらのイエスと同時代の人たちのようには、イエスの顔を知りません。でも私たちも、旧約聖書の人々たちに、人々に勧められていた意味で、御顔を求めるということを勧められているんです。つまり、私たちもモーセのように、主と顔と顔を合わせて、 語り合うほどに近い関係を持ちましょう。主と語り合うことができるということです。でも、多分聞き飽き,き,飽きたと思うんですけれども、礼拝というのは、神様とあなたとの双方向のコミュニケーションです。ただいただくだけでもない、ただ一方的にこちらから訴えかけるだけでもない、双方向のコミュニケーションです。それは日曜日の朝だけに限ることではありません。 どんなに短い時間でもいいので、毎日ただ、イエスだけを、主だけを見つめて過ごす静かな時間を持っていただきたいんです。本当に短くていいんですから。それこそが礼拝なんです。主と親しくなることのできる最高の習慣です。 ただ、首都のその双方向のコミュニケーションというのは礼拝をするということだけではありません。必要なのは礼拝するときだけではない。日常生活をしていても神様と双方向のコミュニケーションを私たちは取ることができます。幼稚園の子供たちがサッカーをしているのを見たことがあるでしょうか幼稚園の子供たちのサッカーというのは 子供たちはみんなボールに目を向けていますから、ボールが行くところに子供たちがわーっと群がって、その、その群れがこう、うお左往するようなのが、幼稚園のサッカーです。でも、小学生になると、コーチにボールを見てるんではなくて、顔を上げて周りを見てプレイしましょう、ということを教えられます。そうするとだいぶサッカーらしくなる。 で顔を上げてプレーができるようになると今度はコーチは仲間とコミュニケーションをとるということを教えますそれによって効果的にパスを交換することができるように指導します私の顔を求めなさいと言われる神様は要は日常生活の中でも私とコンタクトを取りなさいアイコンタクトをしっかり取って歩きなさいと おっっしゃていいるととうことです神様があなたのことを、あなたから目を離すことは決してありません。でもその片方向だけではうまくパス交換はできないわけです。どうしたらいいんでしょうあなたも神様の方を見なければ、あなたもコンタクトしなければ、そのコミュニケーションは成立しないということ あなたの方からも神様の方を向いてコミュニケーションを取るならばどんな苦難も乗り越えることができます。それは具体的にどうすればいいかといえば一つ一つの局面の中でここでイエスならどう言うだろう何をするだろうかということを聞けばいいわけです。迷ったらどうしましょうイエス様。 最初はうまくいかないかもしれませんけど慣れてくる。慣れてくるというのはサッカーの練習と同じです。それが第一のことです。それでは最後の部分の13節、14節を読みます。私は信じます。命あるものの地で主の恵みを見ることを。を待ち望め、惜しくあれ。 心強くせよ。主を待ち望め。苦難の中で私たちが主に求められる、主に求めるべきもう一つのことは、主を待ち望むための力を求めるということです。その力というのの大半は忍耐力です。それを直接祈り求めることもできるし、 もう一つは、この種の神様の体である、この家族の誰かに助けを求めるということでもあります。ただ、決して自分の内側から出てくる力ではないということは知っていていただきたいと思います。神様が直接か、 あるいは神様は誰かを通してあなたに与えてくれる力です待たなければならないのはまだ状況が変わっていないからです恵みが見えてはっきり見えていないからですでもみんなその状況に置かれているんです一番最初にみんなあ何らかの形の苦難不安を持っているとお話ししましたけれども みんな完成の途上にあるわけです。私の心を強くしてください。主に求める。私を支えてくださいと、この家族に求める。そのようにして主を信頼して、時を待ち望んでいただきたいんです。 新約聖書の中にヘブライ人への手紙という部分がありますけれども、その著者、その著者のこの言葉を覚えてらっしゃるでしょう信仰とは何かというお話をしているところなんですけど。信仰というのは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと、そこで進められています。イエス自身は、狐には穴があり、空の鳥には巣があるけれども、 人の子は、人の子には枕するところもないというふうに言われました。イエスに従う私たちの地上での歩みは信仰の旅です。そして私たちの国籍は天にある。つまり地上にいる限り旅人なんです。旅には困難なこと、不便なことがたくさんあります。 ですから、うちに帰ってくるとほっとするわけですけれども、まだうちに帰る、この旅の、この旅については、うちに帰る時ではないんです。旅はまだしばらく続きます。でも、皆さんがよくご存知のように、うちにいるような便利さはなかったとしても、旅の途上にいる喜びや楽しみがあることを皆さんよくご存知だと思います。地上での歩みも、それと同じなんです。 ですから、旅の不便なこと、苦難、問題に目を向けるのではなくて、旅をイエスと共に歩けるということを楽しんでください。そのために私たちは、三河を求めます。そして、力を求めるんです。神様が皆さんに三河を表してくださるように。また、力を与えてくださるように。 互いに祈り合って皆なさん互いのことを思い合って歩んでいきましょうお祈りします神様私たちの日々の歩みをあなたが一番よくご存知ですでもう私たちが自分の歩みの中で困難苦労を感じるときにあなたが 地上におられ、歩まれた時のことを思います。あなたの顔はいつも神々しく輝いていたのではなくて、私たちと同様に顔を曇らせ、悲しみ、時には暴力を振られ、唾を吐きかけられ、 私たちと同じように地上を歩んでくださいました。そのあなたが約束してくださっていることを私たちは信頼してついていきます。どうかあなたと顔と顔を合わせるほどに近いものとさせてください。もっと引き寄せてください。どうぞ心を素直にしてあなたに 大きな声で助けを叫び求めることができますように。また互いのうちにあなたの顔を持って、そして助けを求め、またできる助けを与えることができますように。主よどうぞ、今週の歩みもどうぞ導いてください。 一人一人の必要を誰よりもご存知の神様。あなたに期待します。あなたが良いものを与えてくださることを信じます。まだそのタイミングではないのでしたら、どうかその時まで待つ力を与えてください。これからまたあなたを心から礼拝して歌います。どうぞこの時あなたが 一人一人の心に語りかけてください。またそれぞれがその思いを目の前にいるあなたに申し上げることができますように。感謝をして、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。